はい、今日もやっていきたいと思います。ポケットモンスターアナフィラキシーショックラッタを鍛えます。なんかどうやら今日は夏至みたいですね。やっていきましょう。26時間53分、まだ僕はお月見山の前にいます。そして現在ですね、コントローラーの効きが悪いな。だんだんなんかコントローラーもガタガキたか。グリがですねレベル、あぶね、ゲップ出た。グリがレベル30、まあ、今日もできれば5レベルぐらい上げていきたいかなという感じですね。でこれまたなんでしょう、配信ではなく収録として、ぶっ続けで撮りっぱなしなので途中で喋らなくなると思います。まあこれもね、進捗報告として動画としてあげたいと思うんでよろしくお願いします。まあ、途中でね、色違いとかが出てきたら喋るとは思うんですけど、まあ出てこないでしょう。電光石火でいいんだよね、これ。石火、電光石火だよな、倒せんだよな。さあ、やっていきましょうね。もし音がずれてても確認できないっていうところが怖いところなんだけど、多分ずれてないと思うんだよな。設定を特にいじってないので、まあ大丈夫だな、これは。おそらくちょっとゲーム音がでかかったかもしれないので若干下げます。こんなもんでいいかな。さあ、あとはひたすらね、電光石火を打ちまくるという時間ですね。ラッタで電光石火を打ちまくる。毒りましたね。これ何度でも言うんですけど、これは相手の特性で毒状態になってしまってるだけなので、別に技を食らっているわけではありません。やっぱさ、何でもそうなんだけど、やり始めが一番なんかミスる気がするので、最初の5分ぐらいはマジで気を張ってやっていこう。であとは流れ作業でいいんだけど、流れ作業に入るまでの、その高速道路のあれと同じだよな。高速道路の合流とか、なんだろう、最初に入るところ、入りたてが一番事故るじゃん。で軌道に乗ってからいいんだけど、軌道に乗るまではね、結構集中して見ていこうかなと思います。ルールをおさらいすると、体当たりと尻尾を振るを食らったらセーブデータを消さなくちゃいけなくなる。まあシンプルですね、これだけです。そういや今日ニコニコの、まあ今日というかこの動画を今日投稿できるか分かんないんだけど、今日投稿してたら今日、6月21日あれですね、ニコニコ生放送で、ニコニコの代表の栗田重隆さんと、百花繚乱さんがやってる番組にゲストで出てきます。でね、その時にこの縛りプレイの話もね、すると思うんですけどね、多分ドン引かれるんじゃないかなと思います。結構すごいことだよね、なんか改めてだんだん緊張してきたんだけど、でも緊張してるって言うと余計になんかさ、あこの人緊張してるんだって目で見られて、ハードルがなんか変な風になっちゃうから、なんか変な感じに、変な空気になりがちなので、緊張してるっていうのは絶対言わないつもりです。堂々としていこうかな。いろいろね、ニコニコ動画に変わった動画を投稿してる人としてゲストとして呼ばれたみたいなので、まあ、今までの企画の話とかするんじゃないかな。ちょっと想定してみようか、ポケットモンスター暇なっつの話とか。なんでこれを思いついたんですか。なんかおぼろげながら頭の中に浮かんできたんですよね、ポケットモンスター暇なっつという文字が。いや本当になんか、ああそうなんですかで終わりそうだな、こんな受け答えしてたら。ああそうなんですね、じゃあ次の方。まあなのでね、リアタイが間に合う方はね、ぜひもう二度とない機会だと思うんでね、スクリーンショットやコメントね、よろしくお願いしますね。とはいえこの動画はもうその配信が終わった後に投稿されるかもわかんないけどね。パラランパララン、ちょっとなんかあれだな、見えづらいな画面が。
なんかさ、忙しくなりそうなんだけど、マジでいろいろできるとしたら今年の夏が一番、人生において一番もしかしたらいろいろできる年になりそうなので、秋以降多分死ぬほど忙しくなりそうなので、ちょっとね、このアナフィラキシーショックもやった上で、できれば物拾いの方も並行で進めたいんだよな。この木を逃したらなんかできなさそうな気がするので、だからね、ちょっと行き急いでいます。行き急いでる人がやる作業ではないんだけどな、これ。頑張れグリ。俺は今もうめちゃくちゃ様子見してるぞ。ちなみにツイッター見てる。ツイッター見ながらレベル上げしてます。どれぐらい上げればいいんだ。てか電光石火がなんだ、何回だ。30回。前も計算したなこれ確か。で、1回でもらえる経験値が約50として、まあ、1500か。つうことは、まあ、今1レベル上がれるのに約3000必要だから、で2セットだな。てか車運転できるようになったから、せっかくだからさ、海とか山とか行きたいんだよな今年。行こっかな、夜釣りしたい。夜釣り、な、釣り配信とかしたいなって思うんだけど、やっぱ大体海とかって風強いからさ、多分ポポポポポポポって音で全然多分配信になんないんだよな。やってもいいけど、できれば釣りをするついでにゴミ拾いとかしたいな本当は。そうすると一石二鳥、一石二魚。一石二鳥って言葉があるけどさ、あれって一つの石で二羽の鳥を落とせるからお得だぜみたいな意味じゃん。普通に考えてさ、一つの石で一つの鳥を落とせるだけで十分すごくないか。無理じゃね。石渡されて取り落としてくださいって言われても無理だよな。俺には無理だね。ちびまる子ちゃんが言いそうだな今の。自分で言ってなんだけど、私は無理だね。私は石なんて渡されたって取り落とせないよ。だからさ、藤木も一石二鳥なんて狙わないでさ、一匹の鳥を狙えばいいんじゃないの。ちょっとありそう。さくらで、長澤くんが横から来て、藤木くん、さくらは言ってるけど一石二鳥はことわざだから、実際に鳥を石で落とすという意味ではないんで、君は今同時に物事を行えなかった自分への悔やみをなんか別の方向に現実逃避しようとしているだけさ。藤木くん、あ、藤木くんは僕だ、長澤くん。やっちゃうんだよなこれ。よく絶対やっちゃいけないやつ、モノマネ中に人の名前間違えちゃうやつ。前もやったことあるのよ、あれで。ミスターポッター、狼人間と人狼の違いを言ってみる。わかりません。ホグワーツマイナス10点、本当はグリフィンドール。メタルスライムみたいなの出てきて、経験値5万とか入んねえかな。お金払って経験値もらえるんだったら俺全然お金払うんだけど、今1円1経験値で買わせてくんないかな。いやでもそれしん、いやでも、いやーやばいな。1円1経験値で買えるとしたらいくら払うんだろう俺。
100万円払ったらこいつレベル100にできるんでしょ。でレベル100にする必要はないから、レベル80とかになればもうほぼほぼいけると思うんだよね。だいたい80までで折り返しだから、50万円はでも払えないな。歯の矯正かよ。やらった、レベル80にするのに50万円は払えないわ。それはもうラッタじゃないんじゃないか、手術じゃん、もう別の何かだよ。かき氷作ろっかな。かき氷すげえ美味しいかき氷作りたいな。最近ね、料理に凝ってるのよ。料理に凝ってるっていうとなんか本当に料理やってる人が怒るかもしれないんだけど、あのレアチーズケーキとか作ったりしてる。すごくない？俺最近レアチーズケーキ作ったのよ。チーズを使わないレアチーズケーキ。どうやって作るかというと、まずヨーグルトを買いますと。ヨーグルトを水抜きします。あのヨーグルトの水抜きってのは、ザルにクッキングペーパー敷いて、クッキングペーパーの上にヨーグルトをポチャって落とすと、ヨーグルトのさ、液体の部分、液体成分がポタッポタッポタって落ちるのよ。で上にはあの固体、ドシャっていう、そのヨーグルトの液体じゃない方が残るという仕組みなんですね。これだいたい一晩寝かせるって書いてあるんだけど、これをねすごい時短する方法が書いてあって、そのザルの上にクッキングペーパー敷いて、ヨーグルトをその上に置いて、あとは一晩寝かせるんだけど、普通のやり方はさらにその上にクッキングペーパーを乗せると、要するにザル、クッキングペーパー、ヨーグルトをもう一回上にクッキングペーパー、クッキングペーパーで挟むんですね。でさらにその上に、まあ、ジップロックとか何でもいい、ビニール袋に水を入れて上に乗っけると、重しとして。そうすると上下で挟まれて、プラス上のあの重りによって水がギューって絞り出されるの。これやるとね、本当に1時間2時間で簡単に水抜けるから、おすすめだよ。レアチーズケーキ美味しかったな。例えば昨日届いた楽天で買ったシャツがね、めちゃくちゃ良い。また送ったよ。すげえ着心地よかった。なんかちょっと遠回りして帰っちゃったもん。やっぱなんか服買うとテンション上がるな。インスタグラムやろうかな。ファッションアカウントやろうかな、インスタグラム。今年の夏にやりたいことでもまとめるか。まあ海行って釣りしたい。あとクワガタを見たい。クワガタ、ごめん、クワガタ見たいじゃない。クワガタを捕まえたいのと、あと星を見に行きたい。クワガタを見たい。見ればいいだろ。あと映画見に行きたいな、映画館で。ポロロンポロロン。やっぱくだらない話してるとあれだな、上がるなレベル。大丈夫だよな、最近レベル上げやってなかったからさ、知らないうちにルール違反してないよねっていう不安がしてないよな。でルール違反っていうか、もう俺がレベルっていうか、あの体当たりを気づかぬ間に食らってるとか、そういうのがなければ問題ないし、今のところ全部一撃で落としてるから問題ない、全然問題ない。師匠の車を代わりにこの前運転することがあるんだけど、師匠の車のメーターが5000キロも運転してる。あれね、あのチュートリアル得意が R1 に出た時のヨギータっていうキャラのネタね。度肝を抜かれたやろ。
前らこれ以上俺が面白い話をすると死ぬだろ。報復絶踏やろ。なんかなんだっけな、海外から来て落語家に弟子入りしたみたいな設定のコントだった気がすんな。あれめっちゃ好きなんだよな。最近見たやつで言うとね、あれが好きだな、アンガールズのコント。なんかアンガールズってさ、ジャンガ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 のイメージあるけど、普通にコント面白いんだよ。アンダー、あ、違う、なんだっけな、アンガーマネージメントかなみたいなスキルを身につけたんですよ、僕は。で、山根が言って、なんか田中が相手をイラつかせちゃうっていう悩みを持ってるっていう設定なので、大家さんが山根かなんかで、いやーなんかこの近くで来週の火曜日ですね、ゴミ拾いなんですよ、町内一斉清掃でしてって、そうなんですか、田中が。でも僕周囲の人イラつかせちゃうんで、一緒にゴミ拾いとかしてたらイラつかせちゃうと思うんですよって断ろうとしてたら、山根が、いや大丈夫ですよ、僕はアンガーマネージメントかなというのを身につけてるんで、どんな怒りも6秒我慢すればスッと収まると、喉元すぎれば暑さはすると言いますが、ちょっとムカつくことがあっても6秒我慢することによって相手に対しての怒りは薄れていくという効果を利用するということで、僕はどんなにムカついても怒らないんで大丈夫ですって山根が言うわけ。え、本当ですか、まあじゃあ試してみてください、じゃあちょっと僕を試しにちょっとどついてみてくださいよ。いやそんなことできないですよ、ダメですよって言ってごちゃごちゃしたら、田中の指が山根の目にペシって入っちゃって、で急に山根が6、あ、1、2、3、4、5、6、はい大丈夫です、おおすごい、6秒で本当に我慢できるんだって言ってたんだけど、だんだん田中に対して山根がどんどんムカつき始めて、6秒が過ぎる前にまた次の怒りがどんどん湧いてきて、1、2、1、2、1、2って言いながら田中のことを言い回し始めるの。この1、2、3、4、5、6まで数えれば怒りが通り過ぎるはずなのに、その6秒我慢する前にまた新しい怒りがどんどん湧いてきて、最終的に1、1、1、1って言いながら田中のことを追いますっていう、めちゃめちゃ怖い、普通に怒るより怖いよみたいなコント。いやそれマジでおすすめ。めっちゃ面白いぞ、よかったら調べてみてくれ。今の伝わったか分かんないけど、とか言ってる間にレベルが31になったね。なんか雨降りそうで降らないな。あと自作アイスを作るのにハマってんだけどさ、やっぱあれね、生クリーム泡立てんのって難しいね。6分立てとか8分立てとかにしないといけないんだけどさ、結構時間かかっちゃうんだよね。上手い人はほんと一瞬なんだろうな、あれ。もっと早く泡立てられるようになりたいな。あとこれ絶対今この動画を見てる人には伝わらないんだけど、あれを買いまして、お香というか匂いを出すやつ、なんて言うんだっけ、商品名なんだっけ。これも楽天スーパーセールで買ったんだけどさ、購入履歴、アロマオイルだ。でティッシュにさ 2,3 滴垂らすと結構匂いが出るから、匂いを堪能してるんだけど、今シダーウッドの匂いに包まれながらやってます。プリンレベル7ってなかなか高くない？プリンってなんかレベル3とか5のイメージだったわ。753、やっぱな、プリンのレベル7経験値美味しいな。あと1、
配信というかこの動画を見てる人って本当に何か作業をしながらになると思うんだよね。普通のレベル上げ配信だったらまださコメントを途中でするかみたいなのになるかもしれないけど、動画に関してはもう流しっぱなわけじゃん。ずっとこれをただ流しながら何かの作業をしてるんだろうな。こういう時にさ、普段ちょっとした疑問に思ってるようなこととかさ、ちょっとあったこととかをすぐポンって思い出せるといいんだけど、なかなか思い出せないんだよね。なんかあるじゃん、電車の中とかでさ、ちょっと思っているようなこと。あれだ、この前友達がさ、電車の中吊り広告ってあるじゃん、わかる？電車の車内にある広告。すぐ毒針だな。この吊り下げられてるやつね、電車の車内で。あれのことをさ、ずっとさ、宙吊り広告って言っててさ、ちょっとフフってなっちゃったけど、なんか訂正すんのもめんどくさかったからそのままにし、あれなんかあれ音が、おい、ちょっとやめろやめろやめろ、なんか音ぶつ切りじゃね、ちょ、やだやだやだ、おい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 、壊れてないよな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、おい、ふざけるなよ。それは、お前、壊れたら困るんだよ。本当に困るんだよ。壊れたら。無事だ。もう怖い。早くレベル上げ終えたい。早く先に進みたい。ゲームキューブが完全に壊れたとかだったら、でも逆になんか言い訳は立つよな。俺の根性にゲームキューブが耐えられなかったんだなみたいな。まあ半ば壊れてんだけどな。ワンキー、世界中のマンキーが全部レベル7だったらいいのにな。レベル8の方がいいか。夜なかなか寝れないのにさ、レベル上げ作業すると眠くなるんだよな。プリン大好きな親にも牛にも食べさせたい、プリンプルンプリンプルン、素晴らしきこの時代、まだまだマロは帰らない。今あのおじゃる丸の第1期のエンディングな。スプーンでつつけば震える、黄色いそなた、おじゃる丸みたいな。オープニングが北島三郎なんだよね確か。夢を描いて高い空見れば届く気がして、まあ余計に悲しくて。歌ってみた出そうかな、おじゃる丸の。おじゃる丸のオープニングの歌ってみたって多分さ、誰一人出してないんじゃないか、歌いて。世界初、おじゃる丸のオープニング歌ってみてやろうかな。なんだっけあれ、
浮雲だっけ、浮雲は違うな、東京事変のギターだな。なんだったっけ曲のタイトル。あ、歌人だ。ないかなオフボーカル、演歌の歌ってみた。ポーズポーズ雨が降りゃてれれれ、乾いた土に命が芽生え、にっこり花が咲く。ちょっとぽいじゃん、ぽいじゃん、花が咲くっつってるぞ。ウケるな。それで言うとあれだな、同じ NHK のアニメ枠で言うとガンコちゃんじゃん。ガンコちゃんの弟がいいんだよね、ガンペイちゃんっていう、ちっちゃい水色なガンコちゃんみたいな感じなんだけど、ガンペイちゃんの話を友達としてたのよ。ただあの友達があのガンペイちゃんって言おうとして間違えてガンペイさんって言ってて、ガンペイさんってなんかめちゃくちゃ頑固な職人みたいだなと思ってめちゃくちゃ , 笑ってしまった。ガンペイさん、リリリンリリン、ガンコちゃん頭に葉っぱのなんたら、友達顔とたけび先生石井持だけど心はほかほかで、この後みんなツイッターで大好きなめげないしょげない泣いちゃダメ。実際さ見てた人どれぐらいいんだろうね、ガンコちゃん。俺は結構見てた、小学校の道徳の授業かなんか、なんか授業でさガンコちゃん見せてくれる時があって、その時間すげえ好きだった。いけいけガンコちゃん、最近交通機関で長距離移動することが多くてさ、本当になんか最初は Kindle とかで無料で読めるやつとか読んでたの、青空文庫とかでさ、大体読み尽くして、あの読みたいやつで、なんか他に読みたいものないかなと思って本当にちょっと嘘じゃないんだけど、本当に世界史 B の教科書を読んでんだけど結構面白い。世界史 B の教科書面白いぞ、今読み返すと。普通に読み物として、しかもこれ実際にあったことなんだって、なんか普通になんか小説みたいな感じで読み返してみると何気に面白い。めっちゃロマンあるのよ。急になんか昔なんか古代エジプトで言うとなんとか人とか何系のなんとか人、ヒッタイト族とか、シュメール人、アッカド人とか、そういうのの、その支配がどん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 入れ替わっていく様子が描かれてるわけ。ただ昔だから情報が少ないわけよ。情報が少ないからもう何系の言語を使ってたか、セム系とハム系かなっていうのがあるんだけど、何系の言語を使う何人が支配していた王国が何系の言語を使う何々人に滅ぼされましたみたいなのが繰り返されていく中で、突然民族不明、言語不明の海の民と呼ばれる種族に滅ぼされるみたいな、とんでもない記述が出てくるわけで、しかも古代だから本当に なんかそれ以上の情報がないわけよ。超ロマンじゃない、めっちゃ怖くない、何人、シュメール人、アッカド人ってきて海の民謎のに滅ぼされんのとか、なんか割とねそういうんっていうような記述があって、それについていろいろ調べてみると、あ、漁港とかなんかあれだろうな、あの漁業とかをメインで行っていた船とかを操ることに長けてた民族なんじゃないかという説が有力みたいなのとか調べれば出てくるんだけど、なんかね何気に読み物として面白いとおすすめ。昔の教科書残ってる人とか読み返してみると何気に楽しいかもしれないです。しかも買うと高いから、あれ世界史好きなんだよな、日本史じゃなくてずっと世界史だったからさ、高校も。
なんかあれだよね、日本史も日本史で面白そうだよね。今やると勉強と思わずにやると面白いかもしれないな。多分なんだけどさ、こうやってやってるポケモンもさ、授業でポケモンって科目あったら絶対みんなつまんないと思うぜ。ポケモンっていう科目があって、鬼スズメの種族値暗記しなくちゃいけないってなったらすげえ嫌々覚えてると思うもん。義務かどうかって大事だよな、そう考えると。ちょっと前にさ、確かさ、本能寺の変があった日だったじゃん、何日か忘れちゃったけど。で、なんかウェブニュースみたいの見てたら、そのなんだっけ、秀吉が本能寺の変があった時は広島とか岡山の方まで遠征してたんだよね、確か。で、そこからとんでもないスピードでキビスを返せた、で実際可能なのかみたいなのを科学的に検証するみたいな記事が載ってて面白かったよ。その場合おにぎりを30万個用意しなくちゃいけないみたいな。でしかも歩き詰めだから、歩き詰めでその鎧とかを背負った状態だから、とてもじゃないけど戦えないと、つくだけで限界なんじゃないか。いや、つくだけでよかったんですよ。その軍勢が周りを取り囲んでるよというそのプレッシャーだけ、それだけでよかったんですみたいな、そんな記事だった気がする。すごいよな。なんかあの現実でそのモデルになった場所、歩く縛りとかをさ考えてるとさ、よりその距離の概念が具体的にわかるから、なんか余計にすげえなって思う。昔の人マジで半端ないよな。だってマジでさ、馬ぐらいしかないわけじゃん。でもさ、あの戦ってなってみんなでその鎧を着て甲冑を着て行くぞってなった場合さ、もう全員馬じゃないわけじゃん。歩く歩兵とかもいるから、すげえ重いもの持ってさ移動しなくちゃいけないわけだよ。めっちゃ大変じゃない？しかも宿とかアパホテルとかないのよ。野営だろ多分、虫とかもいて。俺死ぬだろうな。俺江戸時代に生まれてたらマジで死んでるだろうな、速攻で。体弱い、体小さい、病弱、死ぬだろうね。足軽で死ぬだろうな俺は。元からさ、寿命は今よりもちろん短かったらしいんだよね、平均寿命的なところで言うと。にしてもその中でも俺多分早死にするだろうな。なんか戦で死ぬとか討ち死にとかだったらなんかまあ討ち死になんだなってなるけど、あの戦の合戦場に行く途中で力尽きて死ぬ気がする俺。風邪ひいて死ぬ。あとなんだろうな、最近読んでるもので言うと、やっぱこち亀かな。こち亀を一巻から読み直すとめちゃくちゃ面白い。やっぱなんかあのその頃のさ、そのファンタジーじゃないから、携帯電話が普及したタイミングで携帯電話の話取り上げるし、スマートフォンが出てきたらスマートフォンになるし、ゲームボーイが出てきたらゲームボーイの話とか取り上げてくれるから、ああこういう時もあってこうなんだなみたいな。だから結構あれなのよ、一桁台とか、まあ、20巻30巻台の頃だと、そのうちビデオ通話とかも当たり前にそれぞれの人ができるようになるかもしれませんねとか言ってる話とかあるんだけど、もう後半の100何巻とかで言うともう当たり前にさ、今もう誰でもできるじゃんスマートフォンで、それが当たり前になってたり。長く続いてるものって面白いよな。それで言うと、ハンターハンターいつ連載再開するんだろうね。なんか富樫先生がツイッター動かしてるじゃん。あれさ、あのなんか数字が書かれた原稿が日に日に画像でアップロードされてるけど、あれただ数字を書いてるだけだったらめちゃくちゃ怖いよね。ただ数字を書いて別にさ悪いことじゃないじゃん、自分のツイッターだからさ、別に誰かに迷惑かけなければ何ツイートしてもいいわけだから、紙に数字を書いてツイートする権利があるから、え、なんすか、紙にただ数字を書いただけなんですけどって言われてもしょうがないことなんだよな。楽しみだな、暗黒大陸行ってほしいな。
最近作業用にさアニメをすごい見てんだけど、見るアニメが結構内容が割とかぶりすぎて内容がごちゃごちゃになるんだよね。結構異世界転生ものをたくさん見てて、今更ねテンスラとかゴブリンスレイヤーとか、あと賢者の孫とか、なんだろうな、サイコパスも見たな。あと前配信でおすすめしてくれたアマアマとイナズマも見た。めっちゃ面白かった。あれおすすめしてくれた人ありがとう。ワールドトリガー見て、なんか 1.5 倍速で見てるのに慣れちゃったんだよな。あと何見たっけ。あ、異世界食堂じゃん。あと痛いのは嫌なので防御に曲振りしましたみたいなやつ、あれも面白かったな。友達がさヤシの木を育て始めたから、去年使ってた観光性肥料を分けてあげたの。初めてだよ、観光性肥料が役立ったの。お裾分けした。あれ便利だね、普通に。いいね。だらったで、もう先に進んでいい目安は攻撃力が100、3桁。今68だから、あと32。3桁いけば、まあ、実質タイプ1で打てれば、ピカチュウをはるかに凌駕する火力だから、全然この辺りのやつら全員電光石火で落とせると思うんだ。お茶がうめ。もうなんか陽明酒が、陽明酒酒造がツイートしてる。俺一昨年陽明酒飲んでたんだよね。なんかあまりにも風邪をひいててさ、風邪をひく頻度が異常だったの。毎月のように高熱を出してたから、さすがにこれやばいなと思って免疫を高めるために陽明酒飲んでたんだけど、陽明酒ってさまずいって聞くじゃん。俺あんまりまずいって感じなくって、割とこの薬っぽい味好きだなと思ってガブガブ飲んでたら普通に陽明酒で酔っ払うという。レベルは上がらないね。あれやるか、なんかランダムな単語を3つバッて出して、その3つの即興話をするという。なんだっけ、なんかあったよねそういうの。坊主六角形音楽番組。俺の友達にね、坊主頭のやつがいたのよ。っていうか坊主なのそいつが。でね、そいつがねこの前音楽番組をすごいおすすめしてきて俺に。その音楽番組でなんか知んないけど、その演奏してる人たちがね六角形の楽器を持ってたんだよね。あの楽器なんだったんだろうね。六角形の楽器でしょ。丸いじゃん大体楽器って。四角とかあって、いや六角形の楽器って何だったんだろうなって思ったんですよね。これダメだな。もう一回やってみよう。司令官就職難綿毛。まあ俺も今さ転職活動中というか、まあ、仕事しながら転職活動中みたいな感じなんだけど、そのやっぱ今就職氷河期というか、まあ、なかなかねそのこの時期だし、この変なタイミングだし、あんまし募集してるところも多くないわけよ。そのまあ就職難だったんだけど、この前ね面白い求人が出てて、司令官の求人だったのよ。そのなんか謎の組織の司令官、
司令官になりませんかあなたもっていう求人が出てたんだけど、で書類審査通ったから面接なの、一時面接だなと思ってスーツ着て行ったわけよ。で、まあ結果として落ちちゃったんだけど、その時にね、実印と、職務経歴書と、履歴書で持ってきてくださいって言われてたんだけど、ね、履歴書じゃなくて綿毛持ってっちゃったんだよね。で落ちちゃった。次、持ち物早寝事件。まあ明日すごい大事なプロジェクトのプレゼンがあったから早寝しようと思って、もう夜の10時ぐらいかな、もう布団入って、もう6時ぐらいに朝早めに忘れ物ないようにね起きようと思って早寝したんだよ。で実際6時ぐらいに起きれて、まあ、持ち物もチェックして、まあ、問題ないなと思ったんだけど、まあ、その実際にねプレゼンをする現場に行ったら殺人事件があったんですよね。続いて、クワガタ超お釈迦様。クワガタがいたんだよ、家の前の木に。コクワガタかなあれ、多分コクワガタが止まってて、でね、あ、コクワガタ捕まえようと思って、で掴んでみたの。そしたらコクワガタが俺の腸に、腸を挟んで、コクワガタが俺の腸をね、腸だけをピンポイントで挟んだわけよ。でね、なんでそんなことするんだって俺コクワガタに聞いてみたの。そしたら、私はコクワガタではないと。え、じゃあ何なんですか。お釈迦様ですとおっしゃられたんですよね、コクワガタ様が。で続いて、カバン目覚まし時計企む。ちょっと友達にドッキリを仕掛けようと思って、まあ友達の家に泊めてもらった時にね、そいつのカバンの中に目覚まし時計をセットして、そいつがちょうど会社に着くぐらいの時間にその目覚まし時計が鳴るようにセットしたわけですよ。でしたらですね、まあ、その企みは見事成功して、そいつは、会社の中で目覚まし時計を大音量で鳴らし、であろうことかね、そいつがお釈迦様だったんですよね。その友達はお釈迦様だったので、首にはならずに済んだというお話ですね。で続いて、闘争心ワクワクロールケーキ。ロールケーキをね2個作って、そのロールケーキ同士を戦わせて、どっちのロールケーキが強いかっていうバトルを行わせようと思ったんですよ。で A というロールケーキと B というロールケーキを2つ皿の上に並べて、まあ戦わせたんですよね。でどっちが勝つかなってワクワクしながら見てたんですよ。でもなかなか戦ってくれないので、闘争心をかきたてるためにロールケーキとロールケーキの間にチロルチョコを置いて、そのチロルチョコをどちらのロールケーキが勝者が手にできるという条件でそのチロルチョコを置いて戦わせようと思ったんですよ。まあ、もちろん戦ってくれなくてチロルチョコは溶けてロールケーキ2個はカピカピになっちゃったんですよね。じゃあ次ラストな、テンプレート卒業写真家で。まあ、これもう本当によくある話なんですけど、まあ、卒業写真ってあるじゃないですか、アルバムに載る、まあ、それぞれのねクラス何年何組って最終学年の時のやつが載るやつがあったんですけど、まあ、卒業式のその写真がね、僕の写真だけなんか僕の顔ではなく、卒業写真ってこんな感じで撮ってくださいねっていうテンプレートの全然僕じゃないやつの顔が見本の写真がなんか貼られてて、僕はもうショックで家出してしまったんですよね。でもその卒業写真の人が後々調べてみたら僕じゃなくてお釈迦様だったと。だけど僕は家出から戻ってきたんですよね、それを聞いて。そして今僕はゲーム実況やっていますと。なかなかあれだね、俺がその何のランダムの単語を引いたかがさ、言葉上でしか伝わらないと何の話をしようとしてるかがうまいこと伝わんないかもしれないね。今のはテンプレート卒業写真家で、ランダムで単語を出すっていうアプリがあって、その3つの出てきた単語を全部入れたお話をするみたいな。オチをつけるのが難しいな。これ動画だからさ、カットしようと思えばカットできるけどカットできないんだよな。これ全部流しっぱなしで投稿しますって言っちゃったから、全部動画として投稿しなくちゃいけないんだよな。
になってきたら、あ、45分か。まあだいたいレベル35ぐらいまで粘りたいけど、そろそろ1回でレベル5を上げるのがしんどくなってきたな。ちょっとやるか。ちょっとあの黙々と作業します。ちょっと黙るぜ。急に喋る可能性あるけどな。これなんか友達が急にさ、まあ、俺よく遊んでる友達がよろしく斉藤ってやつと、タムタムってやつがいいんだけど、その3人のグループ LINE にウミガメのスープを思いついたから忘れないうちに書いておくねっていう LINE が来たから、ちょっとみんなにも共有するわ。あるところにマジシャンの夫婦がいた。2人には子供がいたが、調べたところ2人の子供ではなかった。なぜか。これってこの不思議な状況を伝えられて、でそれはなぜかっていう答えを導き出すために、こっちからイエスかノーの、イエスかノーで答えられる質問をしていくわけで、そこからどんどんヒントを探っていって、このなぜかっていうアンサーにたどり着くというゲームなんだけど、これなんだろう、あるところにマジシャンの夫婦がいて、二人には子供がいたが、調べたところ二人の子供ではなかった。なぜか。え、これあれなんだよ、二人には子供がいたが、マジシャンだろ。で普通に養子なんていうオチではないはずなんだよな。二人の子供は養子でしたか。いや、二人の子供は人間ですかにするか。質問、二人の子供は人間ですか。これみんなも考えよう一緒に。さあどうだろう。任意ですが、はい。任意、はいなんだ。へえ。二人には子供がいたが、二人の子供は生きていますか。これあれじゃないかな、切断マジックみたいな、そういう話かな。いやでもそんなことないよな、自分の足とか下半身のこと子供って言わないもんな。二人の子供は生きてます、はい、なるほど。二人の、え、じゃあ養子なんじゃねえのこれ。マジシャンの夫婦だろ。マジシャンっていうのが多分関係してんだよな。手品。え、じゃあ答えてみるか。答え、養子だった。養子だったら絶対ないよな。そんなわけないよな。これが答えだったらマジシャンとか意味ないもんな。そんなわけないよな。なんだろう。マジシャンの夫婦がいて、二人には子供がいたが、調べたところ、調べたところ、なんだろう。すごいな、でもこういうの思いつけるの。ちゃんの夫婦がいた、二人には子供がいたが、二人の子供ではなかった。
人の子供ではなかったというのは、血縁関係がなかったということですか。これ意外と大事かもよ。いや俺手品の種だったみたいな、種を子供って言ってるみたいな、そういう話かと思ったけど、人間で生きてんだろ。人間で生きてるんだったらそういう線はないわけじゃん。比喩表現で子供と言ってるみたいな。あでもこうどちらとも解釈できます。え、なにそれ。え、どちらとも解釈できます。え、わかんねえマジで。子供は一人ですか。マジでわかんねえな。さっぱりだ。マジでわかんねえ。2人の子供って言ってるから、その夫婦の子供なわけじゃん。だ子供の人数は多分1人なんだよな、これきっと今聞いてるけど。でも子供が1人だとして何なんだ。単独でも複数でも全然答えにたどり着ける気がしない。何なんだろうねこれ。え、超気になる。答え教えてくれ。もう分からん。めっちゃ気になる。ダメだ、返事が返ってこない。みんな悪い。このウミガメのスープ、この動画の中で答えが出ないかもしれない。すまん。友達が返事をくれないと一生先に進まないんだこれ。じゃあ血縁関係の有無は正直関係なかったと。ということは調べたけどっていう、弟子？いや弟子じゃない、弟子のこと子供って言わないよな。弟子だよなそれは。あーなんだろう。血縁関係が大事なわけじゃないわけじゃん。で人間なわけじゃん。任意ですが、人形。人形、いやでも生きてますかで、はいなんだもんな。でもおかしいよな。わかんねえマジで。え、なんかでもあれだな、これ返事返ってこないから俺なりの答えを作っておきたいな。あれだな、モヤモヤだけたまるねこれ、答え返ってこないと。
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
よーし、よーし、レベル35だ。やっぱあれだな、5レベル上げるごとの時間がどん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 長くなってるな。当たり前なんだけど1時間40分ぐらい、1時間40分で5レベルか。まあ、またもうちょい長くなるだろうから次2時間で5レベルかな。まあ、というわけで今日のレベル上げ枠はここで終了しようかな。ちなみにさっき言ってたさ、ウミガメのスープの話したじゃん。何分前かわかんないけど、ずっとわかんない。そもそもどういう問題だったかっていうと、友達が急に LINE に書いたんだけど、あるところにマジシャンの夫婦がいた。2人には子供がいたが、調べたところ2人の子供ではなかった、なぜかっていう、そのウミガメのスープで、それに対して俺が、2人の子供は人間ですか、任意ですが、はい。2人の子供は生きていますか、はい。で俺が答え、養子だった、罰。2人の子供ではなかったというのは血縁関係がなかったということですか、どちらとも解釈できます。子供は1人ですか、はい。マジシャンは関係ありますか、はい。でもう1人のやつがアシスタントだったっていう答えを出したんだけど、罰。子供の性別は関係ありますか、いいえ。どちらも男ですか、いいえ。男女ですか、はい。兄弟ですか、いいえ。まあそこら辺は問いませんということで、子供の詳細は答えに全く関係してないということで、でマジシャンイコール手品師という解釈ですかについては、はい。夫婦の年齢は関係ありますか、いいえ。で、なんだろうね、答えどうしよう。これもしさ、この動画を見てて答えが分かった人とかいたら、ぜひコメント欄にこうなんじゃないかって書いてみてください。答え合わせもね、僕も気になるので。俺分かんないわ。マジシャンっていうのが大事ってことだよな。結局マジシャンの夫婦の子供が2人の子供ではなかったという。これわかんねえ。ちょっと考えます。というわけで、今日のレベル上げは、ここまで。ラッタがレベル30から35になりました。また次回のレベル上げ動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。